矢口光一2月20日から2006年7月25日は、日本の裁判官。第11代最高裁判所長官を務めた。父の矢口家春も裁判官。裁判官生活の3分の2を報復ではなく、背広姿で過ごした人は、矢口以外にはなく、事務総長をはじめ、総務、人事、行政、民事、経理と7局のうち、5局までを経験した。 普通は、この中の一局でも担当すれば、最高裁行政の専門家として、重きをなすのだが、矢口の場合は、想像を超える、最高裁の表裏のすべてに通じていた。そのため、ミスター司法行政の異名を取った。熊本水俣病、新潟水俣病、伊達伊達病、四日市全速、中部電力、石原産業の四大公害訴訟の時は、民事局長として、 被害者の立証の難しさを緩和する理論を提唱し、早期解決に尽力した。上官就任の際には、行政や立法は未来を先取りする仕事、司法にも先取りしたい気持ちはあるが、それは必要最小限度、しかし、決して消極主義ではない。必要があれば、毅然と行使する、適正、迅速な裁判が永遠の課題と述べた。 1988年、竹崎広重判事を、1989年には山室恵判事をアメリカ合衆国に派遣、1990年、白木勇判事をイギリスに派遣し、陪審制及び三審制の調査を行った。しかし、陪審、三審制度の導入を規定の方針とするのではなく、究極において、司法制度のあり方を決めるのは、 国民という立場から、あくまで長期的な検討課題の一つとして位置づけた。このほか1988年6月に弁護士、民間制度の整備、1989年3月に裁判傍聴人命も解禁、1987年12月に法廷内撮影部分緩和など、国民と司法の距離を縮める、必要性、裁判を、 放送の専売倍特許にしてはいけないという思いから様々な改革を行った。1989年12月13日の最高裁の裁判官会議で28都道府県にある41支部廃止と2支部新設を決定した。また、1987年に森林法共有林事件に関して最高裁大法廷の裁判長として法務大臣権限法の規定により、 法務大臣が裁判所に対して意見陳述する許可を出した。1990年2月に矢口が定年を迎える時に公認の最高裁判所長官としては最高裁判所の経理局長を務め最高裁判所の新庁舎を建て最高裁判所判事として4年3ヶ月のキャリアを持つ大内常ねが有力と見られていた。しかし矢口が選んだのは 最高裁判事15人の中で2番目に若い草場、両八であり、当時13人飛び抜き順次と言われた。1990年2月19日の最高裁の裁判官会議で国籍条項のある中で外国人の司法修習生を相当と認めた場合に採用する際に、 日本の法令遵守の制約書を提出させていたのを1991年採用の45期修正から廃止することを決定した。退官の際には戦後44年を経た司法が抱えるいろいろな問題解決の糸口を作ってきた。司法の性格上、猫の目のように変わってはいけない面もあるが、固定化につながりやすいので見直すきっかけを作ったということだと述べた。 2003年には、最高裁は、実は、意見立法審査権を持った時から、もはや単なる司法機関ではなくなったのです。ある意味では、政治機関です。そうした意味合いから、誤解を恐れずに言えば、長官は、広い意味で、政治家でなくてはならないと思いますと述べている。死後、ジュニーに少女された。ありがとうございます。